はい、こんにちは、ゼロです。さあ、前回の動画でですね、ちょっとボディからね、 Z8 のボディからカタカタ音がするっていう問題なんですけど、ちょっとコメントいただきまして、あの VR のロック機構が作動してないんじゃないかっていうのをいただいたんですよね。で、まあ、確かに、そうかもしれないなっていうのが、なんかそういう気がしてきたんで、ちょっと今試してたんですね。いろいろと設定がないかとか、どういった時に起こるのかっていう、常にカタカタになっているのかどうなのかっていうところで、ちょっと今試してたんですけど、ちょっと一つ分かったことがあって、なんかロックされる時もあるんですけど、されない時もあるんですよね。普通にちょっと電源入れて、で、ちょっと置いてね、で電源切るってやると、ロックされる時もあれば、なんかされない時もあると。なんか基本的にはされないっぽいんですけど、なんかされてる時もたまにあったりするんですよね。ちょっと何回か試してたんですけど、で、そのされてない時、ロックの機構がされてない時、だからその Z8 ボディちょっと揺らしてみてカタカタ鳴ってる時に、バッテリーを一旦抜いてもう一回差し込む、入れ直すと、なんか急にカチャって中のボディの方から音が鳴って、でロックがかかったような状態になって音がしなくなるんですよね。なので、あのカタカタ音が鳴ってる時にバッテリーを入れ直すとロック機構が作動するみたいなことが、結構再現性が取れたんですよ。それ何回やっても同じことが起こるんで、そのバッテリー直したら、そのロックされるみたいなことがね、起こってるんで、おそらくこれは、ロックがちゃんとされてる状態が起こるってことは、これソフトウェア的な問題じゃないですかね。ファームウェアの方の問題というかね、なんかそういう感じがしますね。これバグフィックスした方がいいんじゃないですかね。もしかしたら私のところでこれ起こってて、ソフトウェアの問題ってなると、おそらく今出回ってる Z8 全てに起こりうる問題だと思うので、これはなんかすぐにでも解決しなきゃいけないんじゃないかなって思いますね。で、つい今さっきニコンのサイトのね、お問い合わせのページからは問い合わせは入れたんですけど、今日土曜日ですし、で明日日曜日だしね、返答はどうしても来週になるでしょうから、私自身はちょっと明日の仕様をどうするかっていうのはちょっと今、控えようかなと思ってる感じなんですけど、一応ね、念のためね、それでね、無理して使ってなんかどっか別のところが壊れるとかっていうことも起こったら嫌なんで、ちょっと使わないでおこうかなとは思ってます。はい。で、 Z8 すでに手に入れてらっしゃる方で同じような症状が出てらっしゃる方はですね、もしかしたらそういうことが あるんじゃないかと、ファームウェア、ソフトウェア的なバグというかね、問題なんじゃないかなって気がするんですけど、一応ね、情報共有しておこうかなというところで、緊急で動画を、今回撮りましたんで、Z8 ユーザーの方は一応確認をね、まずされておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。もし全く起こらないっていう人がいるのであれば、ハードウェア的な問題っていう可能性もやっぱ出てくるし、その辺ちょっとね、私一人だけではちょっと切り分けができないので、ただまあね、実際にさっき言ったみたいに、バッテリー入れ直したらガチってロックされるみたいな動きも、音もね、するし、ガチャみたいな音してるんで、ロックしましたみたいなね、ガチャっていう音してるんで、ちゃんとロックされる状態が出るってことは、ソフトウェアの問題なんじゃないかなっていう気はしてますけど、この辺はね、ちょっとニコンさん対応待つしかないですね。はい。ってことで、ちょっと短いですが、今回は緊急で、ちょっと情報共有しておこうというところでの動画でございました。はい。ってことで、こんな感じで今回の動画終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。